毛玉毛玉とは、毛が絡まってできる繊維の丸い塊である。生地の繊維が摩擦により小さな球状になるものが普通である。毛玉ができた場合は、ハサミや毛玉取りで除去するのが一般的である。手でむしると、生地の繊維が羽毛立ち、そこにさらに毛玉ができやすくなるので注意を要する。猫などが毛づくろいをした結果として飲み込んだ毛が、消化管の中で塊を作るのも、 毛玉といい。これについては毛玉を参照のこと。しかし、本校のような意味での毛玉を動物が扱う例も伝えられている。アメリカの狐は自分の手で毛玉を作り、これを使って飲み取りをするとの話がある。それによると、まず狐は自分の体を何かに擦りつけて脱毛させ、それをまとめて毛玉を作り、これを口に加える。その後、池などに行って、 下半身から水に潜る。のみは湿気を嫌うので水に浸った場所から上半身へ向かって移動する。そこで次第に水に潜って口先だけが水の上に出る状態になるとのみはすべて口の毛玉に集まる。そこで狐は毛玉を口から離し全身を水につけた後に離脱する。同様なことをアライグマが行うとも言う。ありがとうございます。